読みがえれいということで、今回はこちらドーン、シャーマンキングトランプをご紹介したいと思います。高原しぐれです。ということで、こちらがですね、シャーマンキングのトランプ、当時アニメ放送していた当時販売していたガチのグッズです。これね、これもちろんまだこれまで開けてないし、もう時間経ってるから、このね、ここのセロハンテープだいぶちょっとなんか日焼けしてるんだけど、これね、中身もうほんとパッて見た時に、あ、マンキンだってなって、やだ、この表紙のヨウくんかっこいいと思ってね。私この絵ほんと大好きなんですけど、これかっこよくって、かっこいいって、ここだけでもう本当ずっと眺めてられるし、これだけで飯食えるご飯食べられる、もうご飯もいらないぐらい大好きなんですけど、これね、本当は開けてね、中身見て一枚一枚確認していきたいなって思うんだけど、ちょっとやっぱ開けられなくてですね、ここボコボコしたってるけど、開けられなくてもったいなくて、中身を確認したことがございません。ほんと多分すごいもったいないこと私してるんだろうなって思ってるんだけど、あ、これ中身ケースじゃないや、ほんとにこの外のこの青い箱の中にトランプが全部入ってるんだよね。だからいつもこれね、グッズパッて見て、あー、マンキンダイオウくんかっこいいなってなった後は、これね、実はね、こううっすら映るかな、あ、映った、ヨウくんだけ、このね、ここだけじゃなくてね、ちゃんとね、ヨウくんの持ち霊の阿弥陀丸と、このた、あ、こっちだね、いや、こっちだ、タオレの持ち霊の、バソンさん。ちょっと、うすら映ってるんだよ。ちなみに、この青い、こっちだね。ちょっとね、左右がわからん。この、青い髪のね、これね、まあ、幽霊のお話なんだけどさ、この、男の子が持ち霊にしてる、ホロホロなんだけどね、持ち霊にしてるコロロっていう子が可愛いんだ、とっても可愛いんだ。コロロいたらよかったら、多分中にはいるんだろうね。開けられないな見たいな。そうだね、中身見れないから仕方なくじゃないけど、この裏のこの絵ね、これだけを見て、はぁ、アンナ様美しいって思ってしまっております。そんな、あ、今ヨウくんと目が合っている、ダメだ、恥ずかしい恥ずかしい、あかん。ということで、シャーマンキング当時の飾りグッズ、シャーマンキングトランプでございました。ヨウくんとアプリ終わりたいと思います。ありがとうございました。